はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビジです。では今回はシビライゼーション5侍の国日本、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、今回はですね、初心者実況レポということで、僕自身シビライゼーション5シビライゼーションシリーズは、初心者なので、皆さんからいろいろアドバイスとかですね、お気づきの点を教えていただきながら、レベルアップ、ステップアップしていきたいと思っています。最終的にはですね、DLC、ダウンロードコンテンツになっている、秀吉の朝鮮出兵、このシナリオをね、プレイできればいいかなというふうに楽しみにしています。では、早速続きをプレイしていきたいんですけども、ご覧のようにですね、道をだいぶ整理していまして、大阪、京都を中心にですね、釜山、東京、さらにはですね、北はチューリッヒ、西はパナマというところまで道をつなげて、戦争する際には兵力の移動がすごく速やかになりましたし、それ以外の中でもですね、人、物、金、これのね、移動、流通がむちゃくちゃ良くなりました。なので今回もですね、引き続き富国強兵しながらですね、ソウル、韓国がご覧のように万里の長城をね、我々よりも早く築いて、ちょっと小生意気なんで、この韓国にギャフンと言わせてやろうかなと思ってます。ちなみにこの万里の長城はですね、世界で唯一一つだけ建設可能というもので、このね、万里の長城に関しては簡単に言うと建設競争に負けてしまったので、その腹いせというね、ところもあります。ではまず時間を進めていきたいと思います。大阪の生産物ですが、どうしようかな。マスケット兵、いわゆる銃を持った兵ですね、このあたりはもうだいぶ数揃っているので、キャノン砲の、このカノン砲を生産少ししてみましょうか。で、そうするとこの辺りの工場兵器群ももしかしたらアップデートができるかな。あ、できそうですね。上位ユニット、カノン砲にアップグレードしちゃいましょう。ドーンと。うわ、一気になんか近代化された感じがしますね。こういうのでね、少しずつ力をつけていくというのが良さそうですね。で、研究の選択ですが、前回ルネッサンス時代まで突入したので、ご覧のような感じですね。産業時代に入れるのか、これむちゃくちゃでかいな。産業時代一番乗り果たしましょうか。25ターンかかりますけどね。ちょっとまずはじゃあそこまで進めていきたいと思います。はい。オーストリアからですね、支援の要請が来てますね。オーストリアはどうやらこのポカテッロっていう国に対してですね、戦争で敗北をしてしまったようで、首都ウィーンを失ったようですね。これは重要な我々の同盟国、同盟まではいけないですかね、友好国であるオーストリア救援のために戦争を行いましょう。軍事力だいぶありますからね。ここでどこにあるかもちょっとよく分かってない五花天狼に対して戦線を布告、一気にこれを揉み潰していきましょう。で、並行して建設を進めていた姫路城ですね、これが完成をしています。姫路城で自国あるいは自友好国領内での戦闘に限りユニットの戦闘力が 15% 上昇するっていうね、なかなか強そうですね。ではそのポカテッロの場所を確認しましょうか。どこにあるのかもわからないポカテッロなんですけど、ポカテッロの場所を探していきます。ウィーンがここだな。ウィーンがここで、ポカテッロの場所ここかな。多分ここですね。ゾウさんのマークですからね。カルタゴ、ここぐらいしか国としてはなさそうだけどな。ではこのカルタゴを攻略するための準備、早速進めていきましょう。兵力でいうとどうなんだろうな。通れるか通れないかでいうとここまで距離がありすぎますよね。そもそも探索をほぼしていないっていうね、こっちの方であれば、まずはこのカルタゴまで石膏を歩いてつながせましょうか。そっからですかね。
ナンシ。ごめんなさい、戦争してるのはですね、このカルタゴじゃなくてここでしたね。避難しこのポカテロ一番遠いところだな。ここまでどうやってたどり着くかだな。まあ、中国とかね、この辺りに対しては通行券をいただかないと、そもそもポカテロまでたどり着くのも難しそうですね。まあ、せっかくスパイコマンドあるんで、これポカテッロに送り込みたいなと思いますので、このポカテッロの少女二族のところにちょっとこれをね、送り込んでみましょうか。ここに送り込ませます。スパイ服部、まあ、半蔵っぽい名前ですけどね。ではこの石膏をね、このジョージ二族でしたっけ、モソンカーニーのところまで移動させて、まずどういう経路で、ここまでね軍を進軍させることができるかっていうのを確認していきたいと思います。偉人大芸術家京都で誕生。これ何者なんだろう。マーティン・ジョンソン・ビート。ちょっと芸術あんまり詳しくないで、このマージョン・ジョンソン・ビートさんが日本で生まれたと言われても、まあ、ちょっとピンとは来ないですけどね。ではちょっとこの彼のね、傑作の作成を、傑作スロットが空いたらすぐに行いたいと思います。はい。新しくですね、社会制度、解放がコンプリート済んだので、次ですね、いくつか用意されてるんですけども、今回この商業というのに手を出してみようかなと思います。これで近代国家入りを目指していこうというところですね。であとですね、今鉄資源がどうしても欲しいんですけど、鉄資源がですね韓国に囲い込まれてるんですね。ここに鉄があります。ここです。ただ万里の長城を築いて囲い込んでいるので、今我々はですね、この韓国との国境に要塞を築いて、この要塞の中からですね、韓国を攻撃していこうというふうに考えています。要塞があると、その要塞の中にいるユニットは 50% 防御力がアップするので、まあ、攻撃を受けても破壊されにくいというね、特徴がありますので、それをうまく使ってですね、韓国から鉄資源を奪い取りたいというふうに思っています。はい。ポカテッロが、和平条約を望んできていますね。これはもうポカテッロとは和平条約を結んで、憎き韓国との戦争に集中をしていきたいと思います。では遠い遠い、それは遠い、この赤いリカをポカテロとの戦争の和平交渉の末に手に入れたんで、この都市をですね、まあどうするかっていうのはあるんですけども、まあとりあえずここはいつものように裁判所を立てておきましょう。戦争でね、獲得した、占領した都市はですね、不満度が非常に高いので、その不満度を下げるための裁判所。裁判所にはその効果があるので、この裁判所にね、不満度を下げてもらおうと思います。では我々は韓国との戦争に全力をね、注いでいこうと思います。はい。ではちょっといくつかですね、報告があります。まず前州の方なんですけども、カトリック、まあ、宗教が誕生しましたね。カトリックが誕生しています。あとですね、韓国の北側、ここに薩摩を建設しています。これで、ね、韓国を取り囲むようにしているというのと、あとご覧のようにソウルの目の前に要塞を4つ建てまして、ここからね一斉攻撃を仕掛ける準備を整えています。さらに忍者服部くんが、まあ、スパイですね、テクノロジーを盗む準備が整ったということで、いくつかありますね。気象か哲学かどっちか奪えるっていうことなので、これじゃあせっかくなんで哲学を奪ってみましょう。ちょんと。
これむちゃくちゃいいですね、スパイは。で、さらにスパイですけども、じゃあ次どこに潜入をねさせるかというところなんですけども、どうだろうな、強そうなところがいいよね。やっぱオスマントルコとかなんか強そうだね。オスマントルコに移動させて潜入させましょう。ではいよいよ韓国に対して宣戦を布告。ここにある鉄資源ですね。この鉄資源を奪い取りましょう。死んでもらおう、韓国。あ、よっこった、カンジャロだ。攻撃を開始していきます。いや、韓国強いな。都市から攻撃力がむちゃくちゃすごい。オスマントルコから避難声明ですね。まあこれは韓国を攻撃したことによるものだと思うんですけども、まあ一旦受け流しておきましょう。我々は今こんなことを相手にしている暇はない。とにかく、韓国というその国をね倒さなければいけないので、韓国を倒します。で、貿易関係はですね、基本的には、生産力が上がるようなものをね、中心に採用していっていますね。韓国がさらに攻撃を仕掛けてくるな。いや、強いね、韓国ね。さらにこの量の韓国船が戻ってきてるな。剣士。ここには、まあ、都市があるので、都市からの攻撃も受けるんでね。まあ、どうにかして、この韓国をね、倒すにあたって被害を少なく戦っていきたいなと思います。そして我々は一足早く産業時代に突入。これも大きいと思うんですよね。スパイにテクノロジーを奪われたということですね。まあ、これは我々もテクノロジーを奪っているので、まあ、しょうがない部分があるかなと思います。で、研究ですけども、まあ、一旦で終わるものをちょんちょんと終わらせておきましょう。で、問題は戦争だ。槍がダメージ受けてるので、ちょっと回復しましょう。で、マスケット銃兵たちは、前、進軍。攻撃を、キャノン砲を食らえ。ドカーンというね、キャノン砲の威力を知らしめてやりましょう。まあ、ちょっとずつ、まあ、忍び寄っていくという感じですかね。そしてマスケット銃兵、強え。マスケット銃兵、本当強いわ。この敵のね、騎士を倒していきましょう。これで韓国の一つ撃破です。まあ、こういう感じでね、一歩一歩、前に前にと進んでいくしかないかなと思うんで、ここはね、進んでいきます。ただ、兵力が足りなくなると困るんで、ちょっとそうならないように、まあ、余剰の兵力は韓国、国境にどんどん集めていきましょう。まあ、これがやっぱり、道を作った甲斐があったというものですね。兵力の移動がとにかく速くなってます。今まで時間のかかっていた兵力の移動がここまでスムーズになってると、まあ、戦いやすさという点では、兵力をね、速やかに移動できるので大きいのかなと思いますね。都市からの攻撃結構強力なんですよね。これをどう処理していくかっていうのはね、重要な問題ですけどね。蛮族の野営地をここに来て発見か。
全州の方では図書館を建設します。全州と薩摩で、あとなんだっけな、アレキダリアみたいなところだったから、ちょっと見ましょうね。ここアガイリカ、この3つの都市に図書館を建てれば国立と大学が建てられるようになりますので、まずはね、図書館を建てていきたいかなと思います。でも京都となんかはね、図書館建て終わってますんで、残っている薩摩、禅宗、阿外利が、今ご説明したね、3つの都市には速やかに図書館を建てて国立大学の建設を始めていきたいと思います。傷ついたら一旦回復させましょう。無駄に兵力を失いたくないっていうのもね、ありますからね。こんな感じでだいぶ都市に近づいてはきました。あとは、総攻撃を、仕掛けるタイミングというのをね、ちょっと見計らって、いければいいのかなというところですかね。今取り囲んでいる兵力でいうと、まず総兵、マスケット兵、キャノン砲兵、この辺りで取り囲んでますので、この後ソウルに対して一斉攻撃を仕掛けていきましょう。敵ももちろんその中で反撃をご覧のように熱してくると思うんですけど、ここはもう力押しでいきましょう。倒していくっていうね。ここにいる韓国の三段翼船がいるっていうのがちょっと気になるな。防御戦力としてはあんまり国内に用意がないので、いくつかちょっと情報が出てますね。まずユニットのレベルアップ、これはできるときにさっさとしちゃいましょう。大阪からキャノン砲を移動させます。生産物ですね、東京の方で対象宿、これちょっと初めてじゃないかな。到達可能距離が 50% 伸びますということなので、これ早速やっちゃいましょう。で、服部がいくつか情報を手に入れてますね。まず1つ目、中堅服部。中堅服部って、中堅服部とだけ聞くと、なんか中堅八甲っぽいんで、なんかちょっと微妙な雰囲気ですけど、ちょっとね、小さいので読みますね。中堅服部がウィーンで入手した情報により、スレイマンがバカルに対して陰謀を企てていると。遠い国なので、一旦放置ですね。さらに、少々二族のモサンカーニに向けて進撃を開始している、ね。オスマントルコの情報を入手していますね。では我々はこのまま韓国との戦争に戦いを集中していきましょう。傷ついたマスケット銃兵に関しては一度戻して回復させます。でそれ以外は攻撃を仕掛けていきましょう。代償の大きい戦いになるっていうのもちょっと微妙だよな。まずは戦士に対して銃で一方的に虐殺を行っていく。キャノン砲は攻撃を行っていきましょう。都市攻撃、ソウルを火の海に変える、キャノン砲を食らえ。そんな感じですね。キャノン砲の攻撃で、ソウルを防御力を削っておくっていう感じになると思うんですけど、なかなか硬いですね。簡単に落とせるようなところではなかったのかなっていうね、感じがしますね、今のところね。ただ一度振り上げた拳はもうね、振り落とすしかないので、ここはもう、韓国がごめんなさいと、言ってくるまで、この鉄資源を差し出せばね、全然許してあげるんですけどね。倒された。ユニット一つ失いましたね。マスケット銃兵のユニット一つ失ってます。さらにこれもちょっとこの会場で戦うには不利だな。
上陸したいっつって。あと三大肉戦ユニットには三大肉戦ユニットで立ち向かっていくっていうのもありなんで、早速船をね派遣していきましょう。キャンオーの射程がもうちょっと伸びてくると、まあ、戦いやすくなるかなっていう感じはしますね。偉人フランシスコ・ピスロ、これは何者なんだろう。フランシスコ・ピスロは大将軍ですね。大将軍は城塞の建設が可能というユニットです。まあ、どっちかっていうと攻撃を受けてる時に有効なユニットなのかなっていうね感じが今のところしてます。さあマスケット重兵でどうする。突撃すると代償が大きいって言われてるよな。ちょっとここはターンを飛ばして警戒しましょう。キャノン砲でやっぱりある程度数を削っていくっていう方が良さそうですね。これであと1ミリまで減ったんで、これで突入すると大きいんじゃないかな。こんだけのキャノン砲に囲まれたら韓国もねちょっとしんどいですよねきっとね。いくら反撃を試みてきたところで、次のターンでおそらくこのソウル陥落できるかなと思います。韓国もこれで鉄資源を差し出さざるを得なくなると思うので、ありがたく、その鉄資源頂戴しましょう。これでマスケット兵を突入させれば僧侶を併合です。ソウル占領によりゴールド129を略奪、さらにソウルを併合します。これで鉄資源が手に入った。さらに万里の長城も唯一の、ね、建造物なんですけど、これも手に入れた形ですね。いやこれ本当に大きいな。この鉄資源が我々のものになったと、まあ、そういう事実ですね。はい、では今回はねここまでさせていただいて、一旦どうでしょう、もう初心者は脱することができたんじゃないかなと思いますので、次回はですね、いよいよ DLC ダウンロードコンテンツになっている秀吉の朝鮮出兵、それをね、プレイしていきたいと思います。では、初心者実況レポということで、今回はこれで終わりにさせていただきたいと思います。